大川ダム、大川ダムは、福島県合津若松市大戸町大川と、南合津郡下校町大技尾沼先にまたがる、一級水系阿賀野川、本川、福島県内では、阿賀川と呼ばれる上流部に建設されたダムである。ダム湖は、若豪湖、和が里湖。阿賀野川、水系、阿賀野川本川に唯一建設された、特定多目的ダムで、 アガノ川本川の地水とアイズボンチへの離水、さらに大規模な水力発電を目的としている。形式は重力式、コンクリートダムとロックフィルダムが複合したコンバインダム、ダムの高さは75.0メートルである。アガノ川は上流部が豪雪地帯であり、豊富な水量を有するため水力発電の開発が明治以降盛んであった。その一方で、 連年水害による流域の被害は甚だしく、阿賀野川沿岸では、古くから地水が、柴田藩や合津藩などによって手がけられていた。当時は、稼働の付け替えが主であり、蛇行を繰り返していた阿賀野川は、下流部ではほぼ直線化していた。だが、その後も、堤防決壊を伴う水害は繰り返し起こり、根本的な地水対策が次第に求められた。 一方、戦後の食料事情を解決すべく、農林省、県農林水産省主体で多くの国営農業水利事業が展開されたが、農業技術の発展と農地面積の急速な拡大で農業用水の需要が高まった。これに加え、藍津若松市は藍津地方の中心都市として人口が増加。これにより、上水道需要が増加した他産業誘致によって、 旧来の醸造業に加え精密機器や電気機械工場が進出、工業用水道の需要も必要となった。こうした工場立地と宅地の拡大に伴い阿賀野川の治水安全度が低下、堤防の建設などが次第に困難になりつつあった。さらにオイルショックの影響により、今までの非門土銃から再生可能な水力発電が再評価され、全国各地で ピーク時の発電にも即応できる大規模揚水発電所が計画、建設されるようになった。奥多だダ,ダム、タゴソダム、ただ川などただ川の電力開発でなお馳せた電源開発は新たな揚水発電計画を水量の豊富な阿賀野川に求め、東北電力もまた新規水力発電開発を施行していた。 阿賀野川を管理する建設省北陸地方建設局、現国土交通省北陸地方整備局。阿賀野川は川口所在地が新潟県にあるため、福島県流域についても北陸地方整備局が管轄しているは1966年、昭和1年に制定した阿賀野川水系工事実施基本計画の中で、阿賀野川の洪水調節を効率的に図るべく、 ダムによる治水を策定。1971年、昭和46年により、終止ダム、または、桑原ダムの名で経営に取り掛かった。だが先日のように、各方面から利水についての要望が出されたことから、阿賀野川の治水と利水を総合的に実施するため河川、総合開発事業として、事業を進めた。以上の経緯を経て、1973年、 昭和48年より、阿賀野川総合開発事業の中核事業として計画されたのが大川ダムである。大川ダムは特定多目的ダム法に基づき、国土交通大臣が一貫して施行と管理を行う国土交通省直轄ダム特定多目的ダムである。ダムは16年の歳月を経て1987年、昭和62年に竣工し、 周辺整備を行った後1988年、昭和63年より、運用、管理を開始した。目的は、洪水調節、不特定自水、管外、浄水道供給、工業用水道供給及び水力発電であり、多目的ダムの中でも用途が広い。地水目的について、まず洪水調節では、阿賀野川本川の計画校、水流量、計画された。 最大限の洪水流量。過去最大の洪水量をもとに試算される、毎秒3400トンを、下流の藍津番下町、宮古、国道49号、宮古付近の基準点において、毎秒2600トンに軽減する、毎秒800トンのカット。不特定利水では、阿賀野川沿岸の環境水利県分の農業用水を、毎秒2.5トン供給し、かつ河川二次放流により、 阿賀野川の正常な流量維持を図る。利水であるが、考えについては、阿賀野川流域の新規農地4,400ヘクタールへ、農業用水を供給する。上水道供給は、藍津若松市、大沼郡藍津三里町、川沼郡藍津番下町に一市二町に、日量24,500トンを、工業用水道供給では、 ア津若松市内の工業団地へ日量72,500トンを供給する。そして、水力発電であるが、電源開発は大川ダムを下池とする下郷発電所を建設した。これは、ダム上流で阿賀野川に合流する小野川最上流部に上池として大内ダムを建設し、有効落差400メートルと4台の発電機を利用して、 認可出力100万キロワットを発電する。阿賀野川水系では最大の水力発電所であり、1号機と2号機は1988年4月に運転を開始、3号機と4号機は1993年、平成5年7月に運転を開始した。またこれとは別に、東北電力はダム式発電所として大川発電所を建設。 認可出力2万1 0 0 0ットの電力を供給している。こうして、地水、利水、発電と複雑な有効貯水容量が設定されているため、厳密な水量管理が行われている。また、ダムには重大な洪水にのみ使う非常用洪水発揮4門、通常の放流に使う常用洪水発揮5門など、合計11門の水門が設置されているが、これは、 阿賀野川の水量が多い上にダムより上流の流域面積が広く大雨の際には莫大な水量がダムに流入するためであるダムサイトダムを建設する地点は砂岩や結岩を主体とする堆積岩であったこのため特に基礎地盤が軟弱であるため膨大な掘削量が予測されたこのため工期を短縮し思考を合理化して 事業費を圧縮する対策が必要となった。大川ダムでは基礎地盤対策としてダム本体や原生工、放流時に水の力をそぐために設ける放水路などの構造物を無効範囲の基礎部分を掘削後にコンクリートで全て固めた。これはあたかもダム停滞下にマットのようにコンクリートを敷き詰めることからマット式重力ダムと呼ばれる。マット式を採用すると コンクリートの量が膨大となるため、マット部については RCD 工法を採用した。RCD とはローランコンアクテッドデカメートルコンクリートの略である。これはセメントの含有量を極力少なくした超高練りコンクリートをダンプカーやベルトコンベアで運搬し、振動ローラーやブルドーザーで薄く、層状に固めていくコンクリートの打設工法である。 従来の中上工法に比べ工期を短縮させる他、コンクリートの高加熱によって起こるひび割れ、クラックも聞こにくいため、最終的に工期の短縮と原材料費圧縮を図ることができ、総事業費を節約できる利点を持っている。日本では1972年、昭和47年により、建設が始まった山口県の島地川ダム、島地川国土通商において、 世界で初めてダム本体工事に導入され、現在は主に大規模ダムを中心に施行されている。大川ダムはこの r c d 工法の初期例である。さらに右岸部の弱い地盤をカバーするために、右岸部をロックフィルダムにすることで対処した。それ高大川ダムはコンバインダムというわけであるが、コンバインダムの中では熊本県の流門ダム、ハサマ川、国土交通省、 北海道の中別ダム、中別川、国土交通省に次いで、全国で3番目に、包み高が高い。大川ダム建設に伴って、下郷町の49世帯が水没することとなった。このため、保証交渉は1973年の調査開始以来難航を極めた。建設省は、大川ダムの保証交渉を円滑に進めるため、1977年、 昭和52年3月23日に水源地域対策特別措置法の対象ダムに指定した。この法律は、八の巣城紛争以後、水没する地域住民と自治体の活性化と生活再建、支援を目的に1973年制定されたのである。大川ダムにおいても生活再建のための保証金かさ上げや就職、転職圧線。 周辺地域の道路整備やインフラストラクチャー整備、産業振興、医療福祉、水道、通信、コミュニティ施設などを行った。この結果保証交渉も妥結した。これに加えて、下郷発電所や大川発電所建設に伴い、発電所立地地域への発電利益還元を十分に行うため1974年、昭和49年に制定された。 電源散法に伴う地域支援も同時に実施された。電源散法は電源開発促進税法、電源開発促進対策特別会計法、発電用施設周辺地域整備法の総称であるが、大川ダムの場合は発電用施設周辺地域整備法の指定対象となった。これにより 1000kWh あたり445円の電源開発促進税が 電源開発と東北電力両社に課税され、この税金を財源に、下郷町などの地域に、周辺整備のための財源としてずつが割れた。下郷発電所だけでも、年間80億キロワットアワーの発電を行うため、莫大な補助が行われた。ダム建設によって、地域住民は住み慣れた故郷を失うという苦渋の決断を行ったが、こうした地域支援策によって、 新しい一歩を踏み出した。さらにこうした地域へのアフターケアを行うため、運転開始後15年を経過した、発電所の立地地域に対する同様の財政支援を行うため、1981年、昭和56年には、水力発電施設周辺地域交付金制度、策定された。下郷、大川両発電所は運転開始後15年以上、経過しているので、 この制度の対象である。ダム湖は、藍津若松市の弱都市も法町の項を一文字ずつ取って、若郷湖、和賀里湖と命名された。ダム及びその周辺は両岸に公園が整備され、広い駐車場も完備している。テニスコートや芝生広場、清流の広場なども整備されているため、アウトドアやピクニックに訪れる人も多い。大川ダム資料館では、 ダムの目的などを分かりやすく学ぶことができる。左岸側の公園は、若郷湖西公園、南会津郡下郷町、右岸側は若郷湖東公園、会津若松市となっている。若郷湖東公園では、旧建設省、原国土交通省と林野町が制定した、森と湖に親した市循環、毎年7月21日から31日まで、期間中に、1日間、 若豪小爽やかフェスティバルが、流域の市町村や、関係団体の共催により開催されている。ダムの直下流には、名湯、足の巻温泉、上流には、湯の上温泉があり、多くの観光客で賑わうほか、江戸時代の町並みを今に残す大,大内塾や、業界岸が侵食されてできた断崖、塔のへ釣りも、至近距離にあり、春先や紅葉の時期は特に多くの観光客が訪れる。 合津若松市中心部からも、比較的近く、観光地として、ダムを訪れる人も多い。大川ダムへは、合津若松方面からは、万越自動車道、合津若松インターチェンジから国道49号経由で、国道118号を合津田島方面へ南下し、足の僕温泉を過ぎたら、阿賀野川を渡る前に急道を左折し直進る。木の川温泉。 合津田島方面からは、国道121号、日光街道、合津西街道を、合津若松方面へ北上、小沼崎付近で、福島県道214号、足の巻温泉南停車場線へ右折、大川湖面橋を渡り直進すると到着する。公共交通機関では、合津鉄道、大川ダム公園駅下車、徒歩数分である。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。